こんにちは、中日カントリークラブの前田です。今回は、上達する練習方法について説明したいと思います。はい、それではまずグリップの説明をしたいと思います。まず、構えるときに左手から構えます。で、左手のチェックポイントとしてはアドレスしたときに真上からですね、左手のグリップを見たときにこの拳が2つ見えるように構えてください。これが浅くて拳が見えないような状態だと非常にインパクトをするときにですね、対応が良くないです。なのでかぶして真上から見たときにこの拳の部分ですね、1つ2つ、この2つ見えるように構えることが左手はポイントとなります。まず左手がセットアップが完成しましたら、今度は右手ですね。右手の方は、上から握ったときに、親指と人差し指の間ですね、この間がこうずっといきまして右肩を刺すように構えることがポイントです。これがまたこう下から握りすぎたり上から握りすぎたりするとインパクトの時にまたこれも安定しませんので、右手がですね、このできる間が必ず右肩を刺すようにすることがポイントとなります。はい、次はですね、アドレスについて説明したいと思います。はい、じゃあまず構えてもらいますね。アドレスをするポイントはまずチェックするところはですね、これが打ちたい目標方向とします。まあ、当然足はスクエアに立つことがポイントですが、あとは膝、腰、そして肩ですね、ここがしっかり平行にまっすぐ向いているかがポイントとなります。膝とですね、足がまっすぐ向いていても肩が開いたりするとどうしてもバックスイングは外に上がりやすく、また肩が右を向いているとバックスイングはインサイドに上がりやすいです。ですので肩を中心にポイントとして腰、膝、足ですね、幅も平行になっているかということをですね、しっかり確認してチェックポイントとして見てください。今お話しした2点ですね、グリップのチェックポイントとアドレスの肩、腰、膝などの方向ですね、この方向のチェックをしました。それを一連の動きに入れてですね、今から構えてみたいと思います。まずはグリップでしたね。グリップは左手を持った時に真上から見て左手の拳が2つ、でこれがチェックできたら次は右手、右手はこの間が右肩、これを刺すように構えます。そしてスタンスを広げますね。これで、グリップからのアドレスは、完成ですね。はい、あとはそのグリップができたら、方向をチェックするために足、膝、そして腰ですね、さらに肩、これが、平行になっているかを確認して練習していくといいと思いますので、ぜひチェックをポイントとして参考にしてみてください。以上のところをですね、チェックポイントとして練習場で確認してみてください。